黒森です。時間がありませんので確認された情報だけのご報告です。まず、当日現場にいた参加者の方から容疑者を撃ったのは第4のスナイパーだという目撃証言がありました。やはりこの位置にスナイパーチームがいたのです。そこに三脚を置いて銃をセッティングするチームの姿を目撃したということです。そして弾丸が彼らから発射されるのも分かったということです。この地点から犯人までの距離は358ヤード、約327メートルですね。服装はオリーブドラブか迷彩だったということで、そうなると黒一色のシークレットサービスではありませんね。どこの所属だったのでしょうか。また例のね、疑惑の第3のチームですけれども、第3のスナイパーチームの正体はバトラー軍のスワットチームでした。下院議会で質問されたペンシルベニア警察がバトラー軍エマージェンシーサービスユニットバトラー ESU であると証言しています。また後日整理してお伝えします。黒森峰夫でした。